今日は人生で一度は経験したいものの一つ、わんこそばに挑戦してみます。調べたところ、あずま屋さんが有名とのこと、駅前店など数店舗ありますが、どうせなら本店でしょうってことで向かっております。岩手公園の脇を流れる中津川、あちらに見えるレンガの建物は岩手銀行赤レンガ館。銀行といっても今は資料館的なものになっています。岩手銀行レンガ館先の路地に入ればわんこそばを食べられるあずま屋さんがあります。到着しました。混むと大変なので早めに来てみました。夕方は5時から開きます。開きました。いざ。2階へ行きます。作りが宿屋っぽいです。はい、予約なしで大丈夫かと思いましたが、早い時間だったからか大丈夫でした。給仕さんもたくさんおられます。あ、おそばなんですけども、はい、コースがございます、はい、3460円ですと食べた分だけお椀がどんどん積み重なって残ります。2920円ですとお椀を回収するので、はい、マッチ棒みたいな棒でお客様が自分で数を数えていただきます。お写真で撮られるんであれば初めに言ったコースに。そうだね、そっちがですね、残りますので。かしこまりました。食べてる間お椀を潜入するので、まあ値段が上がるのは仕方ないかなと。ベルト緩めておきます。鶏そぼろ、なめこおろし、いろいろな薬味のほかにマグロの刺身なんかもあります。とろろと一生漬けです。一生漬けは辛いので少しずつ。前かけをつけます。1口目はお味見としてお蕎麦だけをお召し上がりください、はい、で2口目からは好きな薬味を使ってお召し上がりください。で食べ進めますとお椀の中におつゆが溜まりますので、溜まったおつゆはこちらのおけに入れてください、はい、ではお腹がいっぱいになりましたらお椀の中のお蕎麦をきれいに召し上がっていただいて、タイミングよくお蓋をして終了となります。お蓋をする際はお給仕のいる目の前で静かにお願いいたします。途中長い休憩ができませんので、お手洗い必要でしたらお願いします、はい、大丈夫でしたら、はい、あのお蕎麦ご用意しますので、はい、では始めます、はい、ご飯の蓋を開けていただいて、はい、ではお椀をしっかり持っていきますよ。はい、じゃあどうぞ。噛んでもいいんですね。あ、いや、もちろんです、もちろんです。あの、お好きなように召し上がってください。はい、よいしょ。じゃ、これ
でかけそば1杯分15杯ですね。一杯の量はまちまちです。少なかったり多かったり。お役人のお客様のタイミングで切れていただいてね。男性の平均は50杯から60杯ですね。目標は何杯ですか？100杯と手形もないじゃん。そうです。木の手形頑張っちゃう。ぜひ頑張ってください。はい、どうぞ。はい、じゃあこれで30杯かけそば2杯分ですね。なってきた。おそばってこんなにすぐ腹いっぱいになったかしら。不思議。碗に溜まった汁はたまに捨てます。まだ倍もあるとは、束の間の休息。もう5度近い。そうですね、あと25杯、うん、たまにそばの少ない時があるのですが、助かったと思います。味はこの際問題ないです。まあまずかったら食べれないので、まずくはないです。はい、じゃあこれで90です。あと10杯ですね。次は、はい。
お見事でした。ありがとうございます。ではあのデザートをお待ちしますので、はい、お腹いっぱい夢いっぱい。刺身を食べるぐらいの余裕はあります。とてもワンダーな体験でした。ずっと一人つくわけだし、この値段は納得かなという感じです。千と千尋の湯屋に来た神様な気分と言ったら大げさかな。お風呂じゃなくてそばで接待されるみたいな。ありがとうございました。満足です。下界に戻ります。死ぬまでに一度経験したかったので、今回達成できてよかったです。